今期のフジバン、大奥のヤバキャラのトップは、太刀様、熱演のサイコパス定信、松平定信であることは間違いないのですが、安田顕さん演じる田沼を継ぐ、田沼を継ぐも、名優の無駄遣い感において、凄まじいものがあり、なんとかならないものだろうかとずっと思っていました。今期のフジテレビ版、大奥は、人物の名前くらいしか史実に配慮した設定がなく、ドラマの田沼を継ぐも、そういう実在の人物がいたという程度の史実性しかありません。史実の田沼を継ぐは、享保4年、1719年、生まれ。ドラマでは時系列でさえ史実性ゼロなので、何とも言えませんが、史実の竹仙台、後の家元、貞次郎が誕生した宝暦12年、1762年の段階で、数え年44歳でした。しかし、未だに、絶世の美男子として、息子、沖友、ともども、奥女中たちの胸を怪しくときめかせる存在だったようです。ドラマとは異なる、史実の家春との関係は、田沼家はもともと紀州藩士でしたが、かしがる、という最も価格が低い武士の端くれに過ぎない家でした。しかし、紀州徳川家という高い家柄に生まれたものの、母親が身分の低い女性で、しかも四男だったことから、不遇を囲っていた時期のある徳川吉宗が、その時の自分に仕えてくれていた沖地の父、異業、沖行に才能を見出したのが、幸運の扉を開いたのです。異業の子である沖地も、吉宗の、捨て置き、スペシャルなお気に入り、でした。徳川吉宗は、名君、として有名なのですが、彼が君臨した18世紀中盤は天候が不安定で、飢饉、凶作の年が多く、その治世には、かなりの数の農民一揆も勃発しているのです。いくら質素倹約に努めても、農業重視という旧来の方針だけでは経済が立ち行かないのは必然でしたから、田沼意次は新田開発を急ぎつつも、様々な産業にも浅く、広く課税を試み、幕府が収入を得られる道を模索したのでした。結果的に幕府の財政は潤ってきたものの、武士や庶民たちからの反発は大きく、田沼時代には少しでもいいポストを手に入れるためには権力者に配る大金の賄賂が必要となり、この金権政治の風潮に不平不満は増大していきました。田沼にだけ賄賂を渡せば何とかなるわけではなく、上司に対する付け届け、それこそ箱の中から饅頭を取ってみると金貨が敷いてあるとか、そういう時代劇で見るようなことでもしないと仕事にさえつけない世の中になってしまったのですね。ドラマの田沼は、家春が将軍の身の息子ではないことをバラすと言って、扇をパタパタしながら脅迫し、意のままに家春を操縦している印象ですが、史実の家春からはとても深く信頼されていたようですよ。しかし、これも、田沼ほど家春から寵愛されなかったものの嫉妬なのでしょうか。本来ならば、将軍を支えるべき立場の田沼が、キングメーカー、ならぬ、将軍メーカー、として暗躍し、幕政を牛耳っていた黒幕だったとする逸話の類はあまりに多いのですね。ドラマにおける松平定信は、史実における田沼を継ぐいドラマでは、松平定信が毒を盛ったりして、家春の周囲、とりわけ後富や智子を脅かしていますが、史実でそういうことをしていたと囁かれているのは田沼を継ぐです。数え年、18歳で、それまで元気だったのに、突然病んで亡くなった家春の嫡男、家元も、実は、田沼による毒殺であったとか、家春本人も、田沼の息がかかった医師から毒薬を飲まされて死んだという妙にリアルな話まであるのです。天明6年、1786年、3月頃から、
家春の健康状態は大きく揺らぎました。彼の足はひどくむくみ、奥医師たちはそれを脚気と診断しました。脚気とは、白米ばかり食べるような栄養が偏った食生活が災いし、浮腫などを生じる病気です。現代日本では食生活の改善とともにほとんど姿を消しましたが、当時の日本では非常に深刻な流行を見せていたのです。しかし、現代の内科にかかったのなら、家春白脚気などではなく心臓病もしくは腎臓病だという診断を受けていたかもしれません。少なくとも家春に奥医師が処方した脚気薬の効果はありませんでした。同年8月15日、家春はこれまで一度も休んだことがなかった多くの捜査は総ぶれ、ドラマにも出てくる朝礼のようなあれを欠席しました。夏風邪が理由とのことでしたが、その後も立ち上がれない状態が続いたのです。すると田沼は若林隆史淳と日向東庵という二人の町医者を江戸城に連れてきて奥医師に任命したのでした。しかも任命から3日後、日向東庵だけが江戸城から出て行っているのです。理由はわかりません。この二人が後の世に名を残すような伝説的名医であった形跡はないため、記録が残っていないからですが、口止めもされていたでしょうね。しかし、なぜ彼らを田沼が連れてきたのか。我が意のままに家春を暗殺しようとしていたのではないかと考えうるエピソードが真偽を問わず大いのは確かです。家春は田沼の判断で若林隆史淳が調合する薬だけ飲ませられていたのですが、家春の体調は悪化する一方で、ついに8月25日、3度嘔吐した後に、これは毒薬だ、医者を変えてくれと訴えていたといいます。それなのに医師は交代させられず、この日のうちに家春はぽっくり絶命してしまったのでした。田沼を継ぐ家春の死から2日後に失脚のなぜ。さらに奇怪なのは、家春の命日が8月25日というのは、複数存在する家春の命日の説の一つに過ぎないのですね。また家春最後の様子を天命ちまたきという書物が特にリアルに描写しているのですが、家春死後にも事件起きていました。26日、26日の昼4時、つまり家春が亡くなった翌日の午後、彼の死体が突然ガクガクと震え出し、凄まじい量の吐血を始めて止まらなくなりました。原文を引用すると、お叱らだ、しき、しきりに震え出させたまひて、ごと血おびただししき、おびただし、てふとへ、止まらず、と、ホラー映画のようなことになったのですね。しかし、田沼が本当に家春を暗殺したわけではなさそうです。家春の死から2日後の8月27日に田沼は失脚し、また、その後、田沼は、父の代から築いてきた栄誉栄転の大半を失いました。かろうじて大女がとしての田沼家の存続は許されましたが、それは彼の孫によって継承され、田沼意次はその後死ぬまで政治の表舞台からは遠ざけられたのでした。田沼は11代将軍家成とその父一橋春貞、一橋春忠から家春の暗殺を任されたものの、ここぞという時に裏切られたともされますが、どうでしょう。田沼は自分に高いステータスと大きな権限を保証してくれている将軍家春の命を何とか守りたいと願う中で判断が狂い、名医と信じ込んだ民間のやぶ医者をあてがったせいで、結果的に家春の命も自分のステータスも守れなくなっただけなのかもしれません。史実の家春と田沼は運命共同体のような存在だったようです。